白紙でこう書くたんびに、なるほどねなんて、だからずっと書いてるんじゃないですかね。毎回毎回全く未知の体験だから面白がってやってるのかもしれないですよね。お前のことが起こると面白いんですよ。こんななんだみたいな、自分で驚けるっていうね。不確かなところを生んで、それも楽しんじゃうっていう。そうしなかったら飽きるだよ。休憩。はまりましたね。ガシャガシャってやってみて、はい、面白い風になったらもうそれ息なんですね。常にこう楽しもうとしてますね。いや本当に弟子入りさせてくれワン、ツー、スリー、まんべん。小さなペン先から壮大なドラマを生む漫画家の仕事場に迫るこの番組。仕掛け人はこの人、浦沢直樹さん。数多くのヒット作を手掛けてきた漫画家です。ビリーバット、8年間の連載、最終回のページの色を塗ります。普段はデジタルで色塗りしますが、万感の思いを込め手塗り。アナログの魅力を生かそうとします。わあ滲んじゃったとか、あのわあ濃すぎたとか、わあって大変大変大変って言いながらやってるんですよ、うん、でだからそれを全部受け入れて完成原稿に導くっていうことだから、幾多のミステイクやら事故がその完成原稿に生かされてるっていうことなんじゃないかな。今回登場するのも失敗を恐れず、ミスや事故を原稿に生かそうとする漫画家さんです。高橋努さん、人の心に突き刺さる強烈な絵柄で物語を生み出してきました。代表作はスカイハイ。まさに死にゆく瞬間、その極限状況に置かれた人間の選択を描き、テレビドラマ化もされました。魅力はリアルでかつ暗い迫力を持つ絵柄。描かれるのは犯罪に至る心理や人間の闇、戦い、そして心の激しい動きです。かつて暴走族に身を投じ、さらにロックスターを目指していた異色の経歴。その頃から抱えた熱い思いをぶつける作品で読者を引きつけてきました。今回はその執筆の現場に8日間もの長期にわたり密着しました。発見したのは、すべてを一人で描くために開発した驚きの手法。そして、読者を突き動かすための表現を必死に探す執念でした。2週間後、撮影された映像を見ながら2人が対談します。どうやって書いてるのかなっていつもね見ながら、これはただの手書きじゃこうならないだろうっていうところがいっぱいあるんで、今日はね盗むぞ失礼します。
どうもお邪魔します。いや、お会いしたかった。まず仕事場を訪ねました。いいですね。いやいやいや、このスペースで仕事、ほら出たテレキャスターが、全部で何本あるんですか、テレキャスター。10本はありますかね。10本、はい、おー。音楽の話ですっかり意気投合したお二人。でも漫画の番組ですよ。浦沢さんも興味津々の高橋つとむさんの手法、その秘密が明らかになります。なんとアシスタントを全く使わず、たった一人で作業をする高橋さん。まずは人物の下書きです。今書いている紙、実は漫画の原稿用紙ではありません。コピー用紙、コピー用紙なんですか。コピー用紙ですね。コピー用紙の上質、はいはい、僕もコピー用紙好きだな。結構引っかかるんですよ、ね、つるんといかないんです。つるんといかない、うん、考えてみりゃね、一番書きやすい紙に書きゃいいんですよ。そうなんですよ。剣都市だとか上質紙とかね、実は書きづらい紙じゃないですか。そうですよ、つるんとしてて、ね、私たちも使っているあのコピー用紙って絵が描きやすいんですね。高橋さん、どんどんと描き進めていきます。これ俺こんなスピードで描いてるんですか。自分で見ると早く見えるでしょ。早いですね。すごいね。ちょっと早回ししてないと思うと。早回ししてない。いや、いわゆる飛んでるんですよね。そうでしょうね。もうこっちに集中してるからですよ、ね、俺やっぱスピードなんですよね。でもこれ相性が結構ないんで、はい、ものすごいスピードで作りたいんですよ、うん、下書きが終了です。続いてペン入れ、取り出したのは筆ペンです。ペン入れもすごい速さで描いていきます。残響。主人公悟は元極道の老人に自分を殺すよう迫られ、その代償に銃と金を受け取ります。人殺しの経験に追い立てられるように窮地に陥る悟。その中で同じように孤立した女装の青年大吾、そして少年カイヤと出会います。二人と切ない絆を育む悟。しかしその絆は無残にも断たれてしまいます。悟は復讐のために自らも女装し立ち向かうことを決意。もがきながら運命と戦うロードムービー的作品です。今回は漫勉史上最多8台の定点カメラで作業を撮影します。書いているのは敵の親分に向けた悟の危機迫る表情。使うのは筆ペンとボールペン、つけペンは使わないんですね。ペン先ペン軸やめたの、どのぐらいにやめたんですか。これね、うん、ずっと G ペンだったんですよもちろん、はい、でも一つ気がついたのは G ペンってかすれないんですよ。はい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 、あの強弱は出るけど、うんうんうん、これかすれたいんですよ、うんうん、あのまぐれがどうやってかすれるか分かんないっていう風に書いてるのが好きなんで、僕ちょっとかすれさせるのはちょっと最近いけるんですよ、うん、ああそれはもう技術ですね。ペン先で、はい、全部綺麗な線で出ちゃうと、うん、結局一番最初に鉛筆で書いた線が一番いいんじゃないですか。そう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 なんです、うん、全部綺麗に出ちゃうと違うんですよね。面白くない
くなっちゃう。筆ペンは新しいものと古いものを使い分け、かすれ具合を操ります。高橋さんは計算できないタッチを大事にしています。不確かなものを作りたいわけ、計算できないことしたいわけ。楽しいじゃないですか、決まったことやるよりね。これで一旦ペン入れは終了。下書きからここまでわずか10分。ここからさらに計算できない作業に突入です。絵をクリアファイルに挟み、その上にもう一枚紙を置きます。トレース台に乗せ、薄墨を筆につけると一気に塗り始めました。だからこれ要するにトーンですよね。そうですよね。まずこの段階でこの薄墨で全体のトーンをつける。要するにビニールをかませて染みないようにして上止めてやるんですか。間にビニールかませて、ちょっとその辺がまたアナログですよ。そうなんですトーンをつける、どういうことでしょうか。わずか2分でラフに墨のタッチを乗せました。この紙も大事な原稿です。この紙をパソコンに取り込み、画像ソフトで墨をドット化します。同じく取り込んだペン入れの絵と合成し、位置を合わせると、ご覧の通り墨で描いた絵がスクリーントーンとして乗っかりました。他のページにも墨をどんどんと入れます。これがトーンの作業だなんて不思議ですね。高橋さんのその印刷になってるものを見て、はい、いつも疑問だったんですよ。ははは、これどうなってんだろうって、はい、まともに原稿に薄墨塗ってると青はならないんですよ。ならないです ね, ね、そうです。実線まで はい、あれになっちゃうからね、トーンになってちゃうから。そうそうそう、あのね、薄墨をレイヤースキャンしてレイヤーで重ねるっていう、その発想は割とシンプルなようでいて、案外みんな気がついてないですよね。全国の漫画描いてる人たちすっごいこれ試そうと思いますよ、きっと。いいんですか、こんなのバレちゃって。でもこれは誰でもできるんですよ。誰でもできますよね、結局。そう、いや、これみんなやるようになると思う。日本の漫画界、これ変わるかもしれないですよ。でも一人で描きたいんだったらこういうことした方が早いし、早いんですよ、うん、ね、墨入れるのなんて10枚ぐらいあったら30分ぐらい。これだってトーン貼って削りやってやるとしたら大変ですよ。塗るだけでなく墨を飛ばしたりも。これもノリです、ノリ。やってると楽しくなってくるね。だって計算してないものが生まれるんで。そう。いろいろな手法で楽しみながら描いていきます。こうやってにじんじゃったりしても気にはしない。それもまぐれなんで。俺やっぱロック好きだから、そういうところがライブ感まで
大事にしたい。レコーディングよりライブの方がいいだろうと思っちゃうんで、ややもするとレコーディングになるじゃない、ね、やり直しも効くし。ただ省力化するのではなく、この瞬間に生まれるその時だけのタッチを大事にしたいと考えています。ここで原稿用紙に印刷。ここからが高橋さんにとって本番のペン入れです。まずは細かな書き込み。そしてベタ入れ。黒を入れることで画面の色味を一気に決めていきます。普通はベタの後にトーンを貼りますが、高橋さんは順番が逆なんですね。普通にスタッフを使って書いてると一番最後にあのベタって持ってこれないんですよ。重線入ってベタが入って仕上げがトーンなんですよ。でそれが逆なんですよ。逆なんです、うん、だからそれが大発明なんですよ。一人でやってると、うん、完成図が頭の中にあるじゃないですか、はい、ってことは人に説明しなくていいわけだから、それがね結局逆算できるわけですよ、絵の絵を。本当にそれはアイディアだと思う。本当に、ね、ベタ渡したくないんですよ。なぜならページのトーンが出来上がる、色目が出来上がる、ね、紙に出してそこからが楽しいんですよね。表情が、うん、黒がどこに入ってるかで、うん、決まりますもんね。そうそう、一人でトーンもベタもやることで画面の色目を自分流に作り上げるんですね。最後に修正ペンを持ちました。このホワイトがさ、高橋さんの絵すごいザザってラフに入ってるじゃん。あれかっこいいね。でもこれもこのペンが出てからですよ、うん、角度によってカカカカカカンって飛ぶんですよちょっと、はいはいはい、あれがデトーっていくんだとやりたくないんですけど、うん、これまたあの藤田和弘以来の何かいいペン、ホワイトですよね。仕上げはたった8分。サトルの表情が完成です。スピードと不確かさにこだわり生み出された迫力あるダークな画面。高橋さんの流儀が詰まった表情が完成です。一人で全作業を行う高橋さん。背景も自分で描くため独特な手法を生み出しました。自分が気に入った構図で写真を撮影、画像ソフトで処理して輪郭の線を抽出したもの、そして好みのタッチで塗りつぶしたものの2種類を作成。これが実は下書きとトーンにあたるんです。まず線を抽出したものをペン入れした人物の絵に重ね、続いて塗りつぶしたものを乗せ、ドット化してトーンに。ここまでが背景の下準備です。印刷し、ここからは手書きでベタと仕上げを書き込んでいきます。でトーンと下書きって一番無駄なところを、そうですわ、排除してる。あの面倒くせえっていうところを全部排除。そうですね、はい、したらその書くのは楽しいんです、はい、もう出来上がってるから。そうですよね、楽しいところだけ残す。めっちゃ楽しそう。楽しいんですよ、うん、
ね、役目とか書いてると、これ楽しいですよ。実はあの絵描きってこういうのが一番楽しい。楽しいですよ ね。だからアシスタントに任せると一番楽しいとこ渡しちゃってるんですよ。でも本当にアナログな匂いがする画面に、はい、でもそれができなかったらやんなかったですね、はい、うん、そうだ、このペンタッチ入っちゃったらもう完全にアナログになるもん。そうなんですよ、うん、でこれが最終なんで、うん、表情が出てくるから楽しいじゃないですか、うん、黒入れるのっていうのは、うん、高橋さんが大切にするのはデジタルの精密さではなくアナログの肌触りです。デジタル感は絶対残さないようにするっていう、ね、最終的にはアナログに落とし込んでっていう、やっぱり少しずれた方がいいですよ。やっぱビートはこうグルーブ作るには少しずれてないと、同じきっちり割ってくるとやっぱりあの気持ち悪いんで、本当に拍取っちゃうと。高橋勉さんは1965年東京都生まれ。子供の頃憧れたのは野球選手と漫画家でした。水島先生が移動アトリエみたいなことやったんですよ。めちゃくちゃな量のタバコを吸いながらですね、はい、とてつもないスピードで水原勇気を描いてたんですよ、はい、で漫画家はこんなスピードで描くんだと思って、はいはい、もう何だか分かる、もう魔法ですよね、うん、15歳で一転漫画から完全に離れロックにのめり込みます。そして暴走族にも青春の熱い塊をやんちゃにぶつけました。二十歳になりバンドが行き詰まった時に思い出したのが漫画。思い立ち初めて作品を描きます。今回高橋さんに内緒でその作品を用意しました。最低だ、これ罰ゲームじゃん。これ最初に持ち込んだやつ。そうですね、これはあの相当書き込んでる人のような。書いてないですね、初めてですね。でもやっぱり今に通じるものがやっぱりすでにありますしね。その後川口海二さんのアシスタントとして修行することに。この修行時代2つの作品と出会い一気に漫画へ引き込まれます。キングゴンタが出現してですね、はい、衝撃的でしたね。これはロックだなと思って、うん、はい、これはロックな成分をこうやって、ま、漫画に落とし込めるんだなって、はい、分かったんですよ、はいはい、あとそれと同時にうちの師匠のところに落っこってた翔太の寿司って、まあ、落っこって随分あるじゃないですか。いやそしたらそれ、はい、あのマグロ握るだけで一貫分ぐらい戦ってるわけですよ、はいはいはい、これは尋常な人間がやることじゃないなっていうふうに、なんか道筋が見えた。あもうこれやるんだなって、じゃあもう好き勝手やったろうと思って、はい、心に抱えた欲求を漫画にぶつけることに決めた高橋さん。地雷神で漫画家デビュー。以来ロックサウンドのように強烈に何かを突きつける作品を描き人気を得ます。さらにそのための独自の絵柄を培ってきました。自分の絵柄を追求するために一人で描く方法を編み出した高橋さん。アナログへのこだわりと軽減が詰まったコマが生まれました。このコマの背景は写真を使いません。下書きなしのところに一発書きで背景を描き始めました。
へへ、めっちゃくちゃ適当やってるなと思わないかな、これ見てる人。高橋さんこんなこと言っていいのかあれなんですけど、はい、うまくなり続けてますよね前作前々作ってこう見ていくと、いやもうどんどん伸びてるっていうふうに思うんですけど、俺絵をうまいと思ったことがやっぱ一回もなくて、自分でそこはすごく不思議に見えるのは、こうここだっていうあの着地がまだ見えてない。ああ、それないかもしれないですね。だからこんなことやっちゃうのかもしれないですね。あ、だからあの多分これはずっとこの旅は続くんだろうなと思ってますね。あ、ラフに描いているように見えた線からどんどんと木が生まれていきます。トーンを乗せてさらに仕上げ、再びホワイトが登場です。あ、これこれこの大胆さ、あ、ね、これ空気描いてるんですよね、気持ちはね、はい、これのあるなしで全然違うんだよね。でも多分階層があると思うんですよ、一番手前の空気のことなんだと思うんですけど、はいはい、多分そう思ってやってるような気がしますね、うん、作業終了です。一発描きの迫力とホワイトの魅力で幻想的な背景が生み出されました。徐々に締め切りが迫ってきた高橋さん、進行はどんな状況ですか？結構やばい。あ、もう全然ギリギリ、うん、はい、早速編集者に電話。菊池さんによろしくって。はいはい、粘りがち。なんとか締め切りを半日延ばしてもらえたようです。そしてこれから描くのはこの残響という作品全体のクライマックスとなる見開きです。ここはネームがなかったんで、もうアドリブですねこれこれネームなし。なしですね、これは悩みましたね。本番で何か思いつけと。そうですね、うん、主人公悟が最大の敵である極道の親分を銃で撃とうとするシーンです。またこの親分が悪いんだ悪い顔研究結構してそうですよね。俺でもこういう顔描いてる方が好きなんですよね。楽しいですよね。楽しいですねやっぱり綺麗な顔っていうのは目標、まず綺麗な顔っていうのがあるから、はい、そうなんですよね、うん、同じになっちゃうんですよね大体ね、うん、男の綺麗は本当に難しいです。難しいですよね、目的意識が見出せないとこありますよね、うん、男の綺麗は女の子の可愛いはなんとなくこういう可愛いの描いてるのは可愛いんだろうなってなるけど、男の綺麗の目的は何だっていう。悟についに訪れた復讐の時、セリフや音をなくし絵だけで緊張の一瞬を伝えようとします。下書きが終了です。あれ、右上のコマを消しちゃいました。再びサトルを書き始めます。姿勢を変えました。慎重に体と顔の角度を探ります。もうどうしてもここが気になっちゃってダメなんですよ、うん、右上が、うん、嫌なんですよ、はい、でなんか体重のかかり方がないかなって探し出すんですけど、うん
これ迷い出すともうね、もうドツボですね。修正を繰り返します。最初の場合はものすごく余裕しゃくしゃくで打っちゃったんですよ、うん、でここで一度キャラクターに立ち返ると殺したくて殺したくてしょうがないやつが、うん、余裕じゃなくてもっと一生懸命打つだろうというふうに思って、うん、打ち方に演技があるんだよね。演技がある、うんうん、それ今までの盤感もあるしね。そうなんですね、うん、でこうなんか走りながら打つのかとか、殺したいんだったら至近距離で行くはずだとかいろいろ考え始めるわけなんですけど、ここまでで5回修正しました。また直し始めます。こんなね、人が人を撃つシーンなんて何百回って書いてんのにさ、うん、でもほら同じにしたくないっていうのはあるわけですよ、うん、全部違う絵を描きたいとは思うわけだから、撃つキャラクターが違うしね。違うから、うん、絶望的な状況の中で銃を手にもがきながらも復讐を果たそうとする悟。高橋さんはこれまでも人が自らの運命と戦おうとする姿を描いてきました。理不尽に対する抵抗みたいなさ、抵抗だよね、人間の抵抗を書いてるのかもしれない。だから信じてるんだよね、多分人間そんなバカじゃねえし、抵抗ロックと言ってんのかもしれない。運命に抵抗する主人公の思いをこの姿勢に込めたい。サトルの首の角度を必死に模索します。本当そうですね、うん、もうこうなってくると本当あの気づけ自分、そうそう気づけ自分ですね。そうあの絵をこう描いてやるからこっから何か気づけっていう感じになりますよね。どうすんだよ怖いわマジで休憩だ休憩したがいい、はまりましたね。ちょっと目離したがいいね。修正すること12回、まだ姿勢が決まりません。もうちょっと必死な感じを出したいなと思って、何かあのその思いみたいのを伝えようとするとこんなお辞儀しちゃったらさ、ちょっと面白くないんですよ。嘘やろってみたいな、やっぱどうやっても目線はこっちに行ってないと。あ、これがあるかい。あ、そっか、ほっぺたを入れる気になってたらいけないね。少しはこうやって動かして、もしこれでいいや、これなんかハマりましたね今。あの適当に描いたからなんと休憩中に説明しながら描いていたら納得のいく姿勢が見つかりました。変更するのも楽しむんですよ結局。あのそういうもんじゃないですか、なんかライブってライブですか。今まさにこれ打たれる方のやつが小さいなと思い始めてきましたまだ書き直すんですか。比較すると主人公の必死さが伝わります。修正を重ね、下書きに65分をかけました。
ようやくペン入れです。銃を撃つ姿勢に思いを乗せ書いていきます。墨で書いたトーンを乗せ最後にベタと仕上げの作業。これまでの悩みを取り戻すようにすごいスピードで書きます。こんなにいろんなことをトライアンドエラーやってるのかっていう中でたどり着いてるのかっていう、ものづくりをするっていうことはここまで こだわってやるもんなんだよっていうことが分かってもらえれば、うんね、漫画家すげえとかと思ってもらえるといいですよね。いやもうこれは本当にでも本当毎回毎回そんなですよね。そうなんですよね、うん、結局何書いてもいいっていうのはもう僕らの自由だから。そうなんですよね。その中でも正解探しは本当大変ですよね。そうですよね、うん、ついにクライマックスが完成です。迫力の見開きが描かれました。理不尽と戦おうともがく人間の抵抗、何度修正してでも読者に伝えたい思いがこの姿勢に込められました。締め切り前日の朝を迎えました。翌朝10時半が締め切りです。今日のスケジュール疲れが溜まっているみたいですね。あと24時間で15枚の仕上げ作業が残っています。だから、めっちゃ残ってますよ。くわー、でもここもう悩まないんだよ。悩まないね。高橋さん、すごいスピードで原稿を仕上げていきます。投げますね。投げたんですね。投げるんだなこれ俺一人でいる時も投げてるんだろうな銃のトーンの感じが川口海さんの銃のトーンの感じに、ああ、ああそうかもしれないですね。ああハード&ルーズとかね、ああ出てきた銃がああいうスクリーントーンの感じだったな。でも そうだと思います。あれが俺一番いいと思ってるんで、あの描き方がね、すごいかっこいい、はい、かっこいいですよね、うん、かっこいい これはもうこういうふうにかすれるようなやつですね、うん、かすれ用はかすれ用でちゃんとそうキープとかないと。台所用のスポンジまで活用。これまで培ってきたさまざまな手法を駆使し最高のものを作り上げようとします。今持ってるところで最高のものをやっぱ出したいですよ。プロになれるやつってその時のこと先送りにしないやつなんですよ。1年後になったらもっと良くなるかなとかと思ってるとそんなことないんだよね。すぐ書ける持ち越さないで今書けることは今の力しかないんで。今この瞬間にだけ生まれる線タッチ、そしてホワイトの魅力、それをライブのように捉えようとします。ガシャガシャってやってみて、はい、面白い風になったらもうそれ生きなんですね、うんうん、それ採用なんですね、うん、常にこう楽しもうとしてますね。
でもこんな書き文字の横の一つ白の線引くのでも絵だと思ってますからね。うん、そうそうそう、結局センスが問われますよ。そうですよね。全ての線に思いを込めます。若き日に抱えた強烈なロックの魂、それを27年間漫画にぶつけてきました。その奥にあるのは読者を突き動かしたいという思いです。衝動です、衝動。初めてセックスピストル聞いた時もう落雷に打たれたようになったから、もう人生が変わるぐらい衝撃を受けるんで、そういうのが与えられたら幸せです。ここまでです。ついに完成しました。オッケー。そして午前10時半、締め切り時間ちょうどに最終チェックも終了です。無事に原稿を渡すことができました。今まだ昼なんで、これから針を打ちに行きます。高橋さん、本当にお疲れ様でした。すべて一人で仕上げました。今しかできない絵を生み出し、そして読者に衝撃を与えたい、思いを込めた作品が完成しました。ふざけることに真面目なあの人は上手に純度 100% な高橋つとも作品だなってね、やっぱりちょっとそこはやっぱり憧れがありますよね。うん、高がいたずら書きだから基本もともとだから僕は子供の頃いたずら書き落書きで楽しいって思ってたことを、あの気持ちを本当にだから消したくないですよね。うん、そうそうそうです、うん、今だって帰って楽しいですもん、うん、でも確実に可能性は広げたよね。うん、本当そう思う、うん、不完全だと思ってるから、なんかこう完璧なもん書いてみたいですよね。最後に書けたなと思うことが来るのかどうなのかってね、死ぬ1日前かもしれないし、そういうふうに思ってないとそこにはいけないですよ。